お待たせしました。ててちょっとこんばんは。ててうん。マイク、あれ音いってないですか？あれ音いってない。ちょい待ち。ん？音、あ、大丈夫ですかね。うん。よし。晩ご飯大変美味しかったですね。あ、OK ですかね。あ、ヒゲまた剃らなきゃな。いつものシカティです。ダイナコネクティブデジタルテレビ。向こうにちょっと小さなデジタル用テレビあるんですけどね。こんばんは。天使、あ、タッチ変身。ん？メガネが、あ、でかいですかこれ。もっとでかいの買おうと思ったら、そこまででかいとレンズの端っこがとんでもなく大きくなって、分厚くなって重くなるから、やめた方がいいですって言われて。ペイテレビ。放送。じゃあ、とりあえず。痩せ、いや、多分変わってないと思いますよ。あ、管理人さんに会いましたけどね、キャンプ場。払わせてくださいって言ったら、いや、いいよって言われて。スモーヘア。とりあえず、ここはですね、自販機が館内にはなくて、冷蔵庫に入ってた中で、一番私が今飲みたいと思ったのがこれだったので、タンビが、そうですね。なので、とりあえずこれで乾杯したいかと。したいかと？なんか変だな。したいと思います。よいしょ。ルビープロジェクトのマヤみたいな、ルビープロジェクトもマヤさんも知らない。じゃあ、とりあえず、乾杯。メグミルクです。お風呂はもう入ってきました。温泉に連れてってもらいました。といっても今日自転車で峠登ってきた帰りに通ったところだったんですけどね。あー、やっぱテカってるな。ふう、美味しい。 97% 牛乳ってこれ書いて、あれそう、バナナの果汁も気になるけど、牛乳入ってなくない？牛乳入ってますかこれ。読めます？バナナエキス。あ。今ちょっと一瞬、あ、上り速度が不安定ですね。上り速度不安定だ。実はここ無線LANが使えるんですけどね。ちょっと速度にムラがあるのかな。今日は朝から、あ、階段大変でした。はい。トフト今安定してると思いますけど、どうでしょうか。入ってないですよね、牛乳。どこ行った。何でできてるんだこれ。豊橋工場。あ、本当ですね。あ、そう、ご主人がサイクリスト。あ、玄関の自転車通っときゃよかったな。じゃあちょっとこれなどかじりながら残りの、異性化液糖。あ、ほんとだ、異性化ってなんだ、異性化って。共造体とかそういうやつですかね。同じ構造だけど、鏡的に対象で人間が消化できない食べ物っていう。で、あ、そうだ。じゃあまず、見せたいところ行きましょうか。このユースホステルは、あ、お風呂、夕食間に合いました。間に合いましたね。間に合ってないけど、電話しました。ですね、こんなところ。ん？ビアさんはもう帰られてます。ちょっと待って、自分の方向けてんじゃなくて、外向けてやらないとダメだな。あ、なんとかたい、それです。あ、高額、そうそうそう。で、このユースは実は私が生まれる前からあるユースなんですけど、オーナーさん、ペアレントさんがですね、今2代目で、
リフォーム全部自分でやってるんだそうです。すごいんですよ、ここ。あとの写真家です、ペアレントさんは。ああ、ダメだ。手動フォーカスしなきゃダメだ。これで一泊二食4770円だったかな？ 5000 円弱。他に宿泊者は、実はさっき飛び込みがあって、隠しボタン。で、今この向こうの隣の、確か洋室だったかな？向こうの部屋にですね、ドイツ人さんが入ってます。確か、大学卒業したばかりぐらいの大学、ドイツから来た人で、ん？猿？え？猿？ああ、そうそう、上の写真猿です。私、大工できません。そう、ドイツから来た人で、なんか東京で3日間働いた後、その後日本、東京から弘前に来て、弘前で1週間滞在して、で、こっちに来たって言ってました。なんじゃそりゃ。日本で3日間働くためにやってきて、残り数週間を旅行してるっていうことなのかな。そう、ワーキングイン東京フォースリーデイズって言ってました。ん？あれ？ん？あ、ドイツの人はですね、列車とバス利用です。まあ、背中にでっかいザック背負って、で、公共機関だけで移動してます。で、ドイツ。で、なんでここを選んだ？フェリーで降りたすぐそこにあったから。ヒリビリヒ、アイラブユーですね。桜井さんはですね、今、シリア崎にまだ向かっている途中のはずです。あ、そう、英語、ヤクトティーガーってちょっと 私、それ分かってしまうから。よ、イタリア。ん？じゃあ、私、ドイツは分かりません。第二外国語だったけど分かりません。で、今、桜井さんは今、こっちに向かってます。このシリア崎ってところ。あ、こんばんは。ここは今、ここです。日本の地図で言うと、ここです。分かりますよね？分かりますよね？そう、今、この、青森県の右側の角の左下あたりにいます。iPhone、拡大縮小サクサクですよね。そう、夜中に、あ、どこ行った？北海道に、あ、で、北海道の話なんですけど、そのドイツの人はですね、もともと北海道に渡りたかったらしいんですよ。弘前を経由して。なんですけど、私知らなかったんですけど、昨日、ここで事故あったんですか？ここで。関門トンネルの、ん？貨物、違う違う、青函トンネルの中で貨物列車が、転倒というか、すごい事故があって、ここの線路はいつ復旧するかわかんないって状態だって聞いたんですけど、ニュース出てました？青函トンネルで貨物列車が横転かなんかして、トンネルの線路が使えない状態だって、言ってましたよ。で、そのドイツ人の人は、JR パスを使って列車で渡ろうとしたけど渡れなくて、で、仕方がないから、ここまで、なんかこっちの方の JR のバスと列車を利用してこう来て、で、ここで、どうやったら北海道に渡れるかってさっきペアレントさんに聞いてました。で、ペアレントさんは、こっからここに行くバスも JR も何もないから、こっから、ボートで、こっからこう行って、この辺りまで、まあ、その船で来られるから、残りバスで移動して、こっから、函館に渡れって言ってました。なので、ドイツの人がですね、たまたまこの、津軽海峡の青函トンネルの列車の横転事故によって、あ、事故じゃない。その事故によって、こっちに行けなくて、やむなくこっちに来て、渡る手段を模索してるってすごい状態になってましたよ。え、そんなニュースない？あれおかしいな。私が単に知らないだけだと思ったんだけどな。歩け。
ナイスボート。いや、ボートって言ってたんですけど、まあ、船ってことですね。そう、とりあえずこっちに来たっていうのがすごいよな。どういう道があるか分からずに、郵送してる人でペレントさんに聞いてるっていう。でも、そういうのも、後で思い出になりますよね。ん？あ、北海道には、で、私はですね、一生懸命単語考えて、Where do you go in 北海道って聞いたらですね、No plan って言ってました。札幌 and, I have no idea とか言ってましたね。なんでコメントこんな今盛り上がってるんですか。で、私はですね、あ、江差線でしたっけ、あそこは。貨物脱線。あ、やっぱりありますか。U ボート。で、明日からあと5日間ですね。で、私は明日ですね、すごいのうろ。明日はですね、英語できなくて、明らかに単語を知らないペレントさんの方がバッチリコミュニケーションしてます。で、私は横から一言二言なんか片言の単語を言ってるだけだったですね。トンネル内事故ではない。あ、そうですか。じゃあ違う、木古内内の泉沢駅。やっと配信。いや、今の盛り上がり方なんか変ですね。何が今盛り上がってんだ。ドイツの人ってことか。コメントいいですね。2、3キロ。へぇ。やっぱ大変な事故だったんですね。で、すいません。ちょっとコメント無視して先に説明しますね。明日は、今いるここから、ですね。そこ出したんじゃないかな。道でないな。で、大間崎に行く道は、自転車的にはですね、こっからこう行って、で、この辺りの内陸通って海に出てこう行くやつが、400メートルの峠が1個あるだけであと平坦っていう、一番楽なルートがあるんですよ。ただ、ペアレントさんは、こっち側の500登って降りて、300登って降りて、200登って降りた後平坦っていう、こっちのルートをおすすめされました。すいません、コメント無視じゃないって今すまないですね。この辺りに仏ヶ浦ってとこあるんですけど、楽な道、いや、取るとは言ってないですよ。で、これが仏ヶ浦。ここまで来たところで500メートルの峠登ってきたところなんですけど、こっちに300登っていく他に、こっち側にダートの道が、ダートなんだけど、そんなにきつくない、緩い坂があって、仏ヶ浦をショートカットして、登りが少ない道もあるんですよ。なので、ちょっといろいろ選択肢があって、ん？電波ない。ああ。ペアレントさん、無茶ぶり好きだと思いますよ。ペアレントさんですね。富士の、なんかランドナー的な自転車を最初に買って、それが、その後に、コルナゴの10万しないぐらいのロードバイクを買って、2つもある店で、で、フレーム細いのが欲しいって言って、黒森製のビアンキのロードを今買って、今3台だそうです。ペアレントさん、ちなみに自転車再開して4年目だそうです。ははは、よき。ん？ダートじゃなくても電波ないかもしれないです。で、明日また野宿するつもりなんで、ですね、明日は、この大間崎のところに無料のキャンプ場があるんですよ。結構泊まってる人もいるらしいですね。あ、ピント合ってるかな？あったかな？ここに、夜9時までやってる温泉と、無料の、明日昼間は、電波の状況を調べてからですね、ないとこ、電波ないとこで無理やりやろうとしても仕方がないんで、明日野宿してその翌日の分まで考えて、まあ、電波ありそうなとこだけ選んで放送する感じですかね。マグロハヨ。そう。海岸沿いの道に、まあ一応行こうかなと思ってますけどね。楽な道の内陸の方も結構魅力があるんですよ。内陸の方の車少なさ。あ、あとですね、もう一つネタ。またコメント無視していますけど、ドイツの人はですね、この道を、ヒッチハイクしていけないかいけないかって何度か聞いてたんですけど、
ペラネットさんがノーカーって言って。で、どのぐらいかっていうと、1台、ワンナウは1台ぐらいっていう、1時間に1台ぐらいしかこの道車通らないんだそうです。マグロ。むちゃくちゃ少ないみたいですね。お拭いします。何それ。あ、そう、佐井村通ります。佐井村っていう、発音するとなんか日本っぽくないですね。佐井村、佐井村。佐井村。最初、心当たりに泊まることもちょっと考えたんですけど、距離的に言って70キロオーバーで大間崎なんですよね。だから大間崎に、遅くて夜8時ぐらいに着くのが目標かな。時期もありそう。そう、ノーカーって言ってました。ドイツの人はヒッチハイクはちょっと車がなさそうなんで、で、こっからここまでのその、フェリーなんですけどね、2700イエンかかるそうです。今日渡った船より高いんだよな。なんですけど、ベリービューティフルシーサイドラインって言ってましたね。仏ヶ浦とか含めて。トラブル。ヒッチハイク、あ、そうなんですかね。マグロ料理。夕飯食えるかな、どっかで。そう、2700円。昼飯どうするかっていうのもあるんですよね。ちょっと昼飯が食べられそうな場所を探しとかないと。キロ、キハダマグロとか、イメージだけで言ってますけど、こんばんは。ドイツ人に住んで、いや、私が自転車じゃなくて車だったら、あなたを乗せていけるんですけどねっていう女性に対して言うセリフみたいなのもちょっと考えたんですけどね。それを英語で表現できなかったから何も言わなかった。91、お刺身脱線の影響。で、その今、津軽海峡線が動いてないらしいんですよね。ダッサ。何が何が。あ、今日は iPhone5 の発表なのか。でも買うかどうかは中身見てからですね。なんかその、グッとくるフィーチャーがないと。痩せて見えますか？体重測りたいな、そんなに言われたら。ドイツ人の、臨時便で、ああ、そうですね。そういうのないのかな。恐れあり、そうなんだ。フィーチャーは特徴というか、まあ、機能かな。顔は小さい。私、肩は狭いから顔はその分でかく見えると思うんですけどね。あ、そうそう、お腹。今日着てたジャージだとお腹の出っ張りが結構目立ちますね。何が落ち？高速の寄せ？あ、将棋的な話か。患者。よっ。大間岬の、そうですね。あとミスるものってあったかな？今日説明しときたいことは。あ、そうだ。あとですね。写真、ああ、そうか、写真とか見せますかね。夕食の写真とか。よっと。夕食の写真は、手動フォーカスにして、近くに持ってきて、あ、水道の。西の写真はですね、フェリーの、何人に、5、6人？もっとかな。あ、そうだ、今日、夕方の配信で、クソ止まりの方に行きましたよね。あの時、放送でちょうど映ってなかったらしいんですけど、これ。カムスメ、こんなの言いました。逃げやしねえよ。ほら、この距離。この距離。強そう。結構でかいんですよね。もっさもっさしてました。これ日本最北限の猿っていうんで、なんか、結構、貴重がられていて、そのせいか、こいつら、全然逃げないんですよね。猿です。で、あとは夕食か。お猿。あ、あとですね、峠のあたりでもう電波というか、電波がなくなって、その後下りの方とか放送できなかったんですけど、これ。
ペレントさん聞いてないよこれ。ペレントさんに聞いてなかった。こんなの。世界の、あ、そうそう、世界の北限でしたね。そうそう。一番北限に住んでるんでしたよね。コアラ。そう、結構、まあ、今回特に雨が降った後だったからなんですけどね。もう足がもう、細かい泥がついて砂だらけに。で、やっとこれ国道に出てきて、で、道の駅のところに出るんですけどね。オーナーさん、ペレントさん、私の自転車見ていったのかな？私がロードバイクだったらどうするつもりだったんだ。 iPhone、 ああ、そうですね。ペレントさん結構怖い人ですよ。で、あと夕食ですね、夕食。あ、道の駅ちょっと取ってないんですよ。あ、で、これ近くの脇の沢温泉っていうところに連れてってもらったんですけどね。ただここ数日ポンプが壊れてるらしくて、今でもその温泉は汲み上げられてなくて、今は水道水を沸かしてるんだそうです。まあ私は水道水だろうと温泉だろうと構わないんですけどね。あ、またちょっと不安定になってきたな。で、夕食はこれ。温泉も風呂も。で、ここの夕食、なんかこの雰囲気から予想した通りの美味しい夕食でした。ですね、一個一個。写真撮ってるんで。ん？温泉。いや、別に温泉じゃない。今、水道水ってちゃんと書いてありますから。ホタテもうまかったですね。これサラダと右上は、右上のオムレツはですね、中に牛肉とピーマン炒めたやつが入ってます。チンジャオロースってわけじゃないんですけど、牛肉ピーマンの炒め物。で、これがホタテ。ホタテのなんだろう、バター焼きなのかな？塩バター焼きみたいな感じ。そう、器がめちゃくちゃ凝ってるんですよ。クマ、海越えてこないと思う。あと、食事レベル低いで。あと、おでん。大きさが、ああ、難しいですね。で、これはちょっと白く飛んでますけど、からし菜みたいなやつと、あと豆腐と、あとこれ、お麩が入ってるかと思って、これって沖縄の麩入りチーですかって聞いたら、いや、はんぺんが入ってるだけって言われました。はんぺんとあと麩を間違えました。でもどっちもグルテンじゃなかったっけ。いや、はんぺんグルテンじゃないや。はんぺん魚のすり身じゃないか。うまかったですね。で、これが漬物。野沢菜じゃない感じだったけど、なんか漬物。ホタテの、ああ。あ、もう少しあるかな。食がうまかったですね。あ、そうそう、これがオムレツの中に。牛肉、ピーマン、玉ねぎかな。はんぺんと、そうですか。そんな感じかな。あとは、あ、もうこれで今日の写真終わりですね。沖縄料理、いや、沖縄料理は沖縄料理で好きですけどね。写真、今日晴れたんで撮りまくりました。あと見せたいものは、これ見たらまずいから、ん？肉生、あ、朝メンテか。明日は早いうちに500メートルの峠越えようと思ってるんで、いや、桜井さん。で、桜井さんの、ここにですね、桜井さんの、携帯のアドレス聞いて、野辺地じゃないや、尻屋崎まで行くつもりなんだけど、そっから、どうやって弘前まで帰ったら、あれ、ママチャリで輪行できないんでですね、どうやって帰ったら、アップダウン少ないでしょうかって聞かれて、で、じゃあちょっとメールアドレスを教えてくれれば後で、ルートラボで調べて、情報送るからって言って、で、さっきまで調べてました。そう、頑張ってほしいですね。で、違ってか。ちょい待ち。これ、どう映ってるかわかんないんですけどね。で、この通り、見えてますかね？今ちょっと画面で確認できないから、こんなルートをお伝えしました。尻屋崎から弘前まで170キロで、あ、スマホ持ってるかどうかも分からなかったんで、ルートラボの URL と、あと、この画面を iPhone で写真で撮って送りました。
一番最短距離の上に一番平坦だと思います。100メートル以上の登りがほぼないんですよ。なので、これ沿いで、ママチャリで帰るって言ってました。将来の、いや、それは特に関係ないと思うな。待ち伏せ、あ、そうですね、見られますよ。よっと。という、さっき地獄に落ちた時に役に立つことをもう一個積み上げときました。大体こんなとこですかね。あ、そうだ、あと、トラックを。地獄に落ちろ、ブラックエンジェルス。で、ここ設備もいろいろ、歌わないですね。桃岩荘ぐらいじゃないですか。で、これが、ダイナコネクティブっていうところの、地デジのやつと、あと、これがちょっと意外だったんですよね。ちょっとこうやっといて、よいしょ。よいしょ。飲食付けで4770円だったと思う。LED ライト。LED ランタンがこんなところで使われてるなんて。これが非常用のやつなんだと思います。あ、以前使ってた。結構いい感じじゃないですか、これ。よっと。というのもあって、でもこんなんで電池消費してたらいざという時によ切れちゃうからよくないよな。今日バッテリーは大丈夫でしたね。よいしょ。明日はですね、7時には朝ごはん頼んでるので、できれば6時に起きて荷物を全部詰めた上で、7時に飯食った後即座に出発したいです。あ、ユースです。ユースっぽくないですよね。すごく内装が凝ってるんですよ。で、この作りがいかにも雪国って感じかな。二重になってる。トイレも二重の窓になってました。朝日配信は特にないです。こっち朝日見えない方じゃないですか。どちらかちょっと夕日の方じゃないですか。朝食もついて4770円です。まあ、ユースはもともとそうなんですよ。天狗、死んでくれ。私は今天狗ですかね。そうはならないようにしてるつもりなんだけど、まあ自分の都合に合わせてるからな。まあ今のはちょっとある程度、ただ煽るコメントだったとは思うけど、まあ天狗にならないように気をつけます。あ、次役はないです。あ、あと、そうだ、充電こんな状態ですね、今。昼までメンテ。ああ、まあじゃあ、午前中は進むことに専念します。じゃあ、おやすみなさいませ。早めに寝て明日早く起きたいと思います。お疲れ様でした。天狗の 火事になる。まあ一個一個消費電力はそんな大きくないんで。お疲れ様でした。じゃあ、おやすみなさい。